1年ほど付き合っている彼女がいるのですが、その彼女はいわゆる中継恐怖症です。中学時代卒アルに自分を乗っけるのを止めるように先生にお願いするくらい重症のようです。彼女は周りから顔で選んだのと聞かれるくらいに容姿は整ってます。僕はこれから彼女にどのように接すればいいのか、この病気がなる方向に持っていきますでしょうかってことなんですが、専門家の診断がなかったら本当にそうなのかってことは分かりません。ちょうどこの高校生ぐらいの年って人生の中で最もメンタルが不安定な年なんですよ。特に女の子はそういう年なんで、基本的には年を重ねると結構治ります。相手が本当に見た目が気になるっていうふうに言うだったら、どういう風に気になるのかってことを聞いてあげるとか、言葉にさせてあげるって意味ですね。なんでそう思うのとこう思うのってことを聞いてあげるとかってもいいし、もし自分が解決したいというふうに思うんだったら、認知行動療法の勉強してやってみてもいいかもしれません。認知行動療法ってね、考え方の歪みをですね、直していくっていう治療をする療法があって、これ面白いのが、いわゆる素人がやって大丈夫なのって思う方いると思うんですけど、認知行動療法って結構そのベースがはっきりちゃんとできてるんですよ。認知行動療法アプリみたいなのがあるぐらいです。枠組みができている治療法で、その勉強をベースにして相手と話してあげるなんてはいいと思います。これラサーリさんとかが結構有名なんですけれども、アクセプタンス&コミットメントセラピーですね。こういうのとか読んでもらって、でそれでマスターして彼女にそのね会話の仕方でやってあげて直してってあげるっていうのをやってみてもいいかもしれませんね。最高の彼氏だと思います。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。